皆さんおはようございます。ゴスペルアワー人生の証のお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉によって人生の問題から救われた体験談をゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー人生の証。ゴスペルアワー人生の証。ここからは証のお時間です。証とは、神様を通して癒された、救われた方々の体験談です。さあ、今日の証人のお話を聞いていきましょう。おはようございます。私は山内文と言います。那覇市出身です。私の人生の証を聞いてください。私は父と私と一つ下の妹の三人家族で暮らしていました。小学生の高学年頃になると、父は仕事がうまくいかず、家賃も払えなくなり、電気や水道、またガスが止まったりしたことが日常茶飯事でした。さらに仕事などで無理をしすぎた父が倒れて入院したりと大変な状況でした。中学生になり、北部にあるキリスト教の全寮制の学校に通うことになり、家族と友達から離れて寮で生活することになりました。新しい場所での生活に期待を膨らませていましたが、そこから私は辛い生活の中に入りました。寮生活の中で自分のダメなところがたくさん見えて、自分の能力や容姿などのコンプレックスにとらわれてしまいました。人と比べるようになり、友達とも良い関係を築くことができませんでした。寮という閉ざされた環境の中で逃げることもできず、苦しい日々の中にいました。でもその時は誰も信じることができなかったので、自分の心の内を打ち明けることができず、友達や先生には相談できずにいました。でもその場所で唯一頼ることができたのがイエス・キリストでした。私は神様に助けを求めるため毎日祈り、聖書を読みました。聖書の中にはたくさんの励ましの言葉がありました。そしてその中で私が特に慰められた聖書の言葉が、エレミア書29章11節の、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって、災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。これを紙に書いて机の前に貼って覚えるようにしました。神様は私のために良い計画を立ててくれていることが分かり、望みを持つことができるようになりました。周りと比較して自分に自信を持つことができなかった私でしたが、それから心を圧迫していたものがなくなり、余裕が持てるようになりました。そのように祈っているうちに、私自身に変化があったのか、ある時私の友達から、優しくなった、変わったよねと言われるようになりました。
この言葉により私は自分の罪を思い知らされました。とても自分勝手で傲慢で人を傷つけていたと気づきました。それを知った時に私はイエス様の十字架を思い出しました。私の罪のために十字架にかかるほどに私を愛してくれた。そして私が疲れて動けなくなった時、イエス様が私を背負ってくれて、聖書の言葉で元気が出るまで導いてくれていたのです。そしてこれを悟った時、私は変わらないといけない。人のせいにするのではなくて、受け入れられるようにならないといけないと思い、それから私は愛の人になりたいと祈るようになりました。中学の最後まで苦しい状況の中にいても、学校を辞めることはせず、卒業までいることができました。それは私の信仰が逆に強くされ、考え方が変えられたからだと思います。高校生になって新しい生活に入ることへの不安はありましたが、神様が共にいて守ってくれるから大丈夫だと確信していました。そして私は教会に喜んで通うようになりました。以前の私でしたら、クリスチャン家庭ということもあって、習慣的、風習的に教会に通い、知識だけでしかイエス・キリストを知らなかったと思います。ですが、寮での生活を通して、私は神様を知り、自分の罪を知り、そしてこの時が私が本当に救われた時だと確信しています。私の父も、病気や貧困などの辛い経験から神様への信仰に目覚め、神様のおかげで家族が一つになり、すべてが満たされています。今は父が牧師になり、私は教会のスタッフをしています。賛美やピアノの奉仕をして、毎日充実した楽しい生活を送っています。皆さんもぜひ教会に来てください。アーメン。光がある一歩
あなたの人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。ゴスペルアワー、人生の証。世界のベストセラー、聖書。それは神様からのあなたへのラブレターです。今日は聖書からこの言葉、マタイの福音書5章9節。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。アーメン。はい、今日の聖書のメッセージは平和を作るものです。あなたは毎日どのような気持ちで過ごしていますか？心にまたは気持ちに平和を持っていますか？平安とも言いますが、この世の中で人々が一番求めるものがこの平安であり平和であります。今のあなたはどうでしょうか？家庭に、家族に平安がありますか？社会、職場は、会社、職場はどうですか？平和がありますか？もしあなたが何かのサークルに入っていたとしたら、そのサークルには平和がありますか？今まで世界中で大きな争いが起こりました。つまり戦争が起こりました。この沖縄もその戦争に巻き込まれました。いやおうなしに争いに巻き込まれたのです。誰も望んでいたことではありません。しかし争い、戦争は起こりました。多くの人々が傷つけられて、今もその傷を引きずっている方々はたくさんいます。残念ながら平和、平安を作るのではなくて争い、戦争を起こしてしまったのです。その争いの中には大きな悲劇しかありません。今は自己中心の世界に私たちは置かれています。また競争社会の中に入れられています。この世界はどこにも競争があります。小学校に入学した時から、いや生まれた時からと言ってもいいかもしれません。競争社会の中に組み込まれました。成績においてもスポーツにおいても、いやおうなしにその中で生きざるを得ないのです。社会のシステムがそのようになっているからです。私たちは競争社会の中でもがき続けなければなりませんが、今日の聖書の言葉は平和を作れと言います。平和を作ることはとても大きな仕事であります。また大きな困難でもありますが、大変素晴らしい仕事であり、とてもいいことであります。また名誉なことでもあると信じています。あなたの家庭において、またあなたの職場において、また私たちの行くところ、どんなところでも平和を作る人になりたいと思います。イエス・キリストは平和を作りなさいと教えます。なぜなら聖書の神様は平和の神様だからです。その聖書の神様が私たちを助けてくださいます。平和を作りたいと、そう願えば、必ず助けてくださって平和を作る方になれるのです。平和を作り、平安を作り、周りの人々と和合して暮らしたいものです。またコロッサイ人という手紙があります。3章15節には、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、そのためにこそあなた方は召されて一体となったのです、また感謝の心を持つ人になりなさい。アーメン。
そのように教えました。今日もあなたが会社で家庭で周りの人々と平和を作ってほしいと願っています。そのために感謝の言葉を常に出して、また笑顔を絶やさないようにしようではありませんか。アーメン。今日のメッセージでした。今日も一日素晴らしい平安で満ちた一日でありますように、心からお祈りいたします。アーメン。
NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー、人生の証はいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチは、あなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、依存症、統合失調症、金縛り、悪夢を見る、サーダカリ生まれなどの霊的な問題の相談を受け付けています。これらの問題にはほぼ悪霊、サタンが関わっています。問題に悩まされている多くの人々が悪魔から解放される必要があります。私たちの教会では悪魔払いをやっています。病気や霊的な問題でお悩みの方は、毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っていますので、那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後2時からと午後7時半から2回行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは、那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 メールアドレスは info@betania.jp で、質問や相談も受けたまわっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、人生の証は毎朝放送しています。また明日、同じ時間にお会いしましょう。